こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッターを始めていきましょう。今回はアジアチャレンジトロフィーの2回戦ですね。2回戦というか2戦目です。上海クラブと対決いたします。上海クラブ、まあ強いです。下はそんなに強くない。なんとか勝ちたいと思います。ちなみに初戦でやったら見るザーガーメン多分他の中に最弱で、おそらくこのバラーマなんたらかんたらが一番強いチームだと思います。弱いチームから強い順にやってるんですね。まあ勝ちたいですね。なんとしても勝ちたい。頑張っていこう。調子いいからね。フルメンバーで挑みます。緑は確かに持ってるけどね。ここで今持ってるのはやばいな。ちょっと言うな。なんか節子は C が多いのか、その辺は嫌や。起こる感じか。でも、キーパーが好きでいいかな。このメンバーで始めちゃいます。さあ、アジアチャレンジトロフィー2節、相手の方がやっぱり格上だっていう感じですね。どこまで食いつけるか、できれば勝ってほしい。多分これ負けるともうほぼ進出は絶望的になるんじゃないかなと思います。ここ連勝通期なんでその勢いに乗ってほしい感じですね。やばい、いきなりから速攻するという有利ですかね、このゲームは。逆にボールを取られるとちょっとやばい。お、緑いいぞ。ファールです。さあ、これはイエローカードです。カオタンにイエローカード、チャンスです。その緑が蹴ります。残念。ちょっとみゆきの怪我が心配。起き上がりました。あっと、窓が抜けられた。さあ、一気に攻めたい。こういうカウンターの時の攻めが結構点数が入るんですけどね。おっと、サヨ、ノーホイッスル。お、逆サイドに行ったぞ、クルミナ。さあ、緑、目測誤った。危ない。なんとか防いだ。さあ、課題が膨らんでいきます。外に出します。はい、楽じゃないわ、これまでのチームと比べて。夏木が横飛び。ちょっと危ない。危険な領域に入っているが、カナラトが防ぎました。まあ、食いつきも早いですよね。ここもそう。今までと簡単なチームじゃないっていうことが分かります。お、危ない、ノーホイッスル。さあ、ちょっとやばいとこのスローインになりますね。あ、怖い。夏木、ナイス判断。ちょっとボールを取られるシーンが多い。なので、ちょっと疲れが溜まってきてますよね。裏をかかれた。さらに、内側が良すぎる。前半終了です。さあ、ちょっと中盤に負荷がかかっている感じがしますね。
2音と交換です。2音と2音を入れ替えます。これで後半いきましょう。逆サイド落ち着くは冷静だ。ちょっとこれは厳しかった。さあ、選手交代ですが、今度は節子だな。節子萌と節子を入れ替えましょう。交代枠を全部使い切ります。ノーホイッスル。サヨちょっとサヨ疲れが心配だ。三宅はまだまだ元気。マドカナイス。これはちょっと厳しいか。さあ どちらもチャンスらしいチャンス、ピンチらしいピンチがありません。クラリスがちょっと疲れが、あっと劉備超えられてしまった。危ない危ない。なかなか外に出さないでいません。ん？何？おっとファールでした。スローインじゃない。危ない。三宅がヘディングでクリア。さあクルミが、おっと緑がここに待機してた。とキーパーが硬い。緑は硬いです。まだスピードそのままですからね。さあスタミナもほとんど残ってないですね、中盤の選手の。クルミのスーパープレイ。さあ抜けたチャンス。ちょっとシュートに力がなかったか。もうちょっと待ってから近づいてから蹴ってもよかったかもしれないですね。さあもう残り時間が5分切りました。両者最後の攻撃。さあと危ない。危なかった。もうほとんど時間はありません。アディショナルタイム、試合終了。スパレスドローでした。最初のチャンスでしたが防御が高い。もちろんこちらも守ります。ダイスがちょっと怪我。この竜の動きがすごいですね。早田などがうまく守りまして、という唯一の大きなチャンスでした。もうちょっと我慢すればよかったんだが。さあここ最大のピンチ。あーここ完全に決められました。孫がしっかり、蹴っていればもう負けてましたね。ということで0対0、ボールを支配した相手の方が高い、なんとか引き分けに持ち込めたっていう感じですね。最後怪我、残念。さあこれでどうなってるんでしょうか。クラーカリバーズが2位。バラマは強いですね。バラマンディ、ミルザに対しては2対0で勝利しております。で2位までが進出だったっけ。いやファイナルは1位取らないとダメですね。つまり引き分けじゃダメで、勝つことが絶対条件となります。
戦ですね。勝つのは難しいだろうな、バラマン、バラマンに。どんなチームなんでしょうね、サクレ前3位だと、やっぱり強い選手が揃っていますね。上海クラブのやや弱い版っていう感じです。オファー見ていきましょう。ないね、ないです。ということで、サヨが怪我をしてしまいました。スタメンのサヨを変えないといけません。サツキかな。というわけで、Aがまだまだ多くて、Sがなかなか少ないですね。クルミもなかなか Sがないし、まだまだ鍛えないといけないっていうことになります。ということで、公式戦もあります。今、公式戦2位に上がってるので、3位か。でも2位は間近なんで、ここをしっかり勝っていきましょう。まずは筑波地蔵、次回の筑波ダーガマに勝利することが大事だと思われます。次回もぜひ応援をよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。この動画最後の20秒でコメントや動画プレイリスト表示されます。もしありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の向こうでした。